ファザーファッカーは、内田春菊が1993年に発表した、自伝的長編小説。1993年9月15日に、文芸春秋より刊行された。第4回文化村ドゥマゴ文学賞受賞作。続編に、私が海に帰るまでがある。1995年に、中村浅見主演で映画化された。漫画家として50冊近い単行本を刊行していた。 著者による初の小説として構想から7年をかけて出版された。養父による性的虐待から逃れるために16歳で家を出て、ホステス、クラブ歌手、ウェイトレスなど様々な職を転々としつつ、東京で漫画家としてデビューを果たした著者の自伝的小説として過去の記憶を順を追って改装し、余計な心理描写を廃し、新世代の文学と称され、 三比両論を読んだ文体で淡々と綴られている。70万部を超えるベストセラーになった本作は1993年の第110回直木賞の候補となり、翌1994年の第4回文化村マゴ文学賞を受賞。選考委員を務めた中澤真一は、教育やら家庭やらメディアやら日本の男特有の心理やらのせいで、 すっかりこんがらかってしまった生と生命のリアルを素直にまっすぐに表現してみせたこんな生命の描き方をしている人は他にいない。自分の生命をこんな風に生きている人も他にいないとの選評を寄せ、また内田春菊という生き物の存在自体に僕は賞をあげたいと語っている。出版から2年後の1995年には子供たちにこそ見てほしい。 少女の旅立ちをテーマに青春映画として映画化された。主人公、静子は自分に対して非常な母親、2歳年下のアメ手で当たり上手な妹と暮らしていた。愛人のいる父親はたまに家に帰ってきては母親に金を要求したり暴力を振るっていたため、静子は幼い頃から父親に対する嫌なイメージを母親から聞かされて育つ。それも、 相まって、父親の名である、静男から付けられた自分の名前を嫌っていた。ある日、ホステスをしている、母の客だったという男性が突然養父となり、同居するようになる。その養父は歪んだ、支配欲を持っており、自分のことを、お父様と呼ばせ、王兵の態度で家族を服従させた。養父は、思春期であった、静子のすべてに異常なまでに敏感であり、 性的なものは静子から遠ざけ、早熟であった静子の体を触ったりしていた。そのような家庭の事情から精神的に不安定で無感情になる一方、両親に強いられて勉学を怠らなかった静子は中学校で優秀な成績を収めていた。ところが中学3年生の時に交際していた広木との3度目の成功で妊娠してしまう。それを聞いた養父は激怒し、 中絶させるという名目で静子を犯す。手術で中絶をした後も、養父からの成功の要求は続き、母親もそれが養父を落ち着かせる一番の手段だとして、口出しをしなかったため、静子は抵抗することすらできなかった。やがて高校に入学し、男友達との交友や喫煙など、新しい世界に触れる中で、家での決心を固め、 高校一年生の夏休み明けに家を出るのだった。ありがとうございます。